さんがゲストに来るのは久しぶりらしい、うん、ね。そうなんだ。いやでもさ違うんだよ、会いすぎなんだって。なんかあれマコさん全然久しぶりじゃないですよね、うん、みたいな。なんかまあね、週に1回は絶対顔見てるね最近ね。会ってるからさ、うん、久しぶりなんだね。久しぶりなんですって。こうやって月節にゲストで来てくださるのはお久しぶりです。富田真帆です、よろしくお願いします。やっぱりでもうん、まあ、合ってますけど、うんうん、ここでは、うん、あれがない。あれって何、あれあれあれよね、あれがないと。今日も任せてお願いします。前回のあだ名覚えてる？全然覚えてない。そうなん。そうね、じゃあ今日は前回のあだ名ちょっと印象薄かったのかなと思うんで、今日はもう印象ファンっていくような、ファンっていくようなあだ名をちょっと楽しみだな、つけさせていただきます。お願いします。本日はマワンでいきたいと思います。ごめんなさい、ちょっと発音良すぎてよく聞き取れなかった。何何え、何何何何マワンマワンマワンワンマワンマワン、やっぱりマワン、あのやっぱちょっと詳しく聞こうか。そうですね、やはりあの天童マヤ様は、はい、やっぱちょっと白鳥のイメージがあるじゃないですか。あ、そうですね、はいはいはい、まあ、歌ってる時にも白鳥出てきますからね。そうですね、出てくる。で、天童マヤ、ま、マヤマヤのマ、まあ、あなたの名前はホえ富田ジェル富田マホマホ、はい、ま、ま、まあ、まが一緒、まが一緒、まが一緒、スワン好き、スワン好き、ガッターするまわまつわにしようかな。まつわにしようかな。やっぱまが2つあるから、まつまつわんです。やっぱじゃあもうつはちょっと長いんでまつわんで、今日はまつわんでお願いします。まつわんさんよろしくお願いします。ということでね、今日はね、あ、ちょっとなんか腑に落ちてない感じが、かわいいね、まつわんで、まつわん、かわいい。ここからはこちらの企画をやっていきましょう。バームクーヘン争奪、天童マヤのシャカリキスワン対決。はい、というわけで今回は特別にスタリラ1周年の時に期間限定で登場したミニゲーム、天童マヤのシャカリキスワンをみんなでチャレンジしていきたいと思います。はい、1人3回チャレンジしてベストスコアが一番良かった人がご褒美のバームクーヘンをですねゲットできますよ。よっしゃー。このミニゲームやったことある人は分かると思うんですけども、はい、白鳥に乗っているマヤをですね、うん、タップしてこう障害物を避けていく、うん、避けていくというゲームなんです、うん、簡単そうに見えるんですけどもめちゃくちゃ難しいんですよ。本当むずい、めちゃくちゃ難しいんです、はい、ということで早速やっていきましょう、はい、天童マヤのシャカリキツアー、うん、それではスタートします。ドキドキする、見てる方が。行ってくる、行ってらっしゃい。よし、スタート。頭ぶつけないでね、気をつける。頭ね、今どっち、カレンとしてやってる、そういえばもうやった。まだまだ、頭が痛い、ごめんなさい。カレン、何か天童マヤに恨みでもあるのかしら。愛情さん、私の頭をぶつけるんですか。天童さん、もう帰ってくる。次は気をつけてくださいね。プレッシャーだよ、頑張って。カレン、いいよいいよ、来た来た、頭を、あ、なんで、お腹、今お腹、今度はお腹をぶつけました。お腹、天童マヤ今頭もお腹も来てるからボロボロよ。もうどうしよう、もうぶつけられない。私に何か恨みが。3、全然ダメ。天童マヤのためにほら、私ラスイッチ行ってきます。行ってらっしゃい。ほらほらほら、カレン、ほら、はい、できるわ、カレンならできる。ほら、愛情さん、カレン、あなんで。もう悪魔の笑いが聞こえてきちゃう、今。悪魔の笑いがすごいんだから今。私のスコア、私がカレンの敵を取る。クロちゃん頑張って。愛情さん、分かってますよね。何、行こうよ。よし、スターティン、スターティン。愛情さんならできるはず。いいよ、もちろん。え、西条さん、やっぱり最初はゼロって縁起いいじゃん。だから縁起がいいかも全然わからないです。始まってます、もう次が。あ、いいよ、早めにバームクーヘンが来ましたね。あ、やばい、なんか相性悪い今日。おかしいですね。え、おかしい、おかしい。よし、ラスト、西条さん、本気を出してください。本気、私によく言ってますよね、本気って。本気を出して。あ、いやいや、ちょっとこんなもんね。ぶつけましたか、大丈夫ですか。西条クロディーヌさんの記録2。かわいい、カレン、かわいい、
これ2かわいいからいいよ、そういうこと。3、2って来てるじゃん。1? まずはいいんですか、その体勢で。じゃあまずは、まずはね、まずはね、まずはこの体勢で。よし、いきます。頑張って。あ、緊張する。うまい。あ、バウムクーヘン。あ、当たっ、まだまだ、ね、バウムクーヘンも取らずに頭からいくって大丈夫？天童マヤ、バウムクーヘン、そんなものにね、惑わされちゃいけないんです。やったー。ちょっともう一回、もう一回、ちょっともう一回、はい。あ、ちょっと体勢が変わりました。ちょっと違うの、いつもやってる体勢にさ、より近づけないと。オッケー。緊張する。ギリギリのとこ攻めないといけないのね。あれ、やっぱバームクーヘン好きじゃないのかな。あれ、あれってバームクーヘン好きじゃない。もうね、バームクーヘンっていうよりもスコアをやっぱ意識目指してね、うん。あ、でもすごい、うまいうまいうまい、いってんね。あー、クカゴミのキュー、クカゴミのキュー。ちょっと、でもまだもう一回、あ、これがもしや、それは伝説の。いつもね、いつもの体勢がちょっとほら、okay. やっぱ大事じゃん。大事。もうこれがいつもの体勢ですか、ま、真帆さんの。そう、あ、いた。これ真帆さんのいつもの体勢。そう、完全家だね。ラスト、真帆さんの3回目の挑戦。やっぱさ、ほら、肘を固定するって大事だ。あ、確かに確かに、そういうことな。肘を固定してやっ、あい、まだまだ。ね、待って、真帆さん、ね、肘を固定してさ。真帆さん、違う、こんな、こんなはずではない。こんなはずではない。肘を固定して、こんなはずではない。マホさん、もう一回、マホさん、もう一回、もう一回、もう一回、この体勢でやれば多分出る出る出る。いつものポーズ2いくね。うん、ちょっと丸まる。あ、これもいいですか。そうね、そうね、これわかる、これわかる。え、なんて緊張してる、ね、こんな緊張すること。いや、下から行きたくないんだよ。あるのね。ああ、ここ、ここ、いいよ、よ、バウムクーヘン取ってるよ。ああ、お座りになっていけない。びっくりして、下の階がもうびっくりしてる今。もう一回、もう一回よ。もう一回いいの？でも出る気しないよ。ラスト。このゲームをするならばの体勢でやりたいと思います。なるほど。姿勢よくね。もう肘固定とかもなくて、もう。まあ、入ってるから、マヤが入ってるから、肘ガルガガルガルってんだけど、これいけたな。マヤが入っちゃえばいいのかな。マヤのラストチャレンジ。はい、私ですから。いいよ、舐めてもらっては困ります。いいわよ。お、お、お、いいんじゃない。いい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 わ、いいわ。あら、この辺から怪しいんです。あっ、あー、惜しかった。誰ですか、このベストスコア出した人、すごくない？ちょっと誰だこのベストスコア、私たちじゃないぞ。19。うわー、ねえ、膝で回ってたんだけど。膝で今なんかトリプルアクセルぐらいしてた。多分もう天童マヤで悔しがる、あの、あれが感情の出し方、あれが精一杯。もうなんかブレイクダンスみたいになってた今。ゲストの松腕さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ご褒美のバームクーヘンを、バームクーヘンをいただいていいんですか、はい、いただきますよ。すみませんね。でもこれマヤの大好物でもあるけど、真帆さんの大好物でもあります。あ、一口でかだってすっごいさ、なんか砂糖というかさ、めっちゃ美味しそう、まぶされてるやつ、やばい、わ、いいな、食べないよ。じゃあちょっと食べ続けていただきまして、こっちはこっちでやっております。お願いいたします。